Oi, paguero. Pago, mon mes que viene de paguero. Oi, お前、おとといの本番の日に先生に何言ったんだお前。先生、電話隠したぞ、お前、降りるって。おとといの本番の日にな、背のでけえスタッフがな、あたり探すなよ。すくすく育ったのお前しかいねえよ。お世辞じゃねえよ、バカ野郎。そいつがな、あたしに向かってよ、儲けてくださいって言ったって言うんだ、お前。そんなこと言ったのか、お前。挨拶代わりじゃねえ、バカ野郎。五本の指入る映画監督捕まえてな、お前。儲けてくださいってなんだよ、それ。一度じゃねえって言ったじゃねえか、お前。会うたんびに、お前、近寄るたんびに、お前、儲けてください、儲けてください。バカ野郎。うるさいね。俺が喋ってんだよ。なあ、お前がついてってどうしたんだよ、本当に。うるさい。茨城弁で喋る。お前と田んぼの中で立ち話してるわけじゃねえ。お前、わびに入れに行ったってな、お前。わびに入れたってな、お前、楽屋、お前、先生が、お前、ドア開けたら、このぬぼーっとしたバカがイチゴ持って突ったって言って、お前。誰がイチゴ持ってきたんだお前が。高級イチゴじゃねえこの野郎。お前が思ってるほどな、世の中ぼっかいたきじゃねえんだよ。太郎さんの花子さんにお前プレゼントするのとわけが違うんだよ。不安だったらもっと他に言い方があるだろうがお前。茨城、この男は何だって先生が言ったらお前ヘラヘラ笑って何も言わなかったって言うじゃねえかお前。その茨城コンプレックスなんとかしろお前。誰とでも話せるようにしろよ。いいか、今うちの先生はな、引っ張りごっかやってんだよ。下ろすんだよ先生は。先に向こうからお前下ろしてくださいって電話かけてお前、じゃあ下ろしますよって、そういうわけいかないんだろうかよ。あじゃねえんだよ、あじゃパーなんだよ。パー。小林はまた何電話に向かってペコペコしてんだろ、バカ。お前はいいよなあ、給料もらってそうやってお前ボーっとしてりゃいいんだからな。もっと楽なとこ行かしてやるよな。テレフォンショッピング行け、テレフォンショッピング行くんだよ。俺が行けたら行くんだよ。小林、お前の電話の仕方お前こうだぞ、ペコ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 。昔あったじゃねえかお前、ほらなんかほらこんな鳥がよ、コップの中にな。あったんだよ。何の電話なんだお前それ。知らねえよなタレント、何だっつんだ。タコ触れねえ。なんだそりゃ。うん、プールの中タコいっぱいいるって、その中タレント放り込むのか。面白いじゃねえかよ。それごねてんのか。おろせおろせ、そんなタレント。いいからおせ。おう、お前電話しろ。タコで儲けてくださいよって電話しろよ。真面目な話、そいつおろせ。デモじゃねえんだよ。デモから先お前が考えればいいんだよ。俺はな、タコ触れようがイカ触れようがナマコ触れようが何だっていいんだ。俺は面白いものお前が作ってくれればいいんだよ。お前は何だな。お前はクリエイターな。お前もクリエイターな。お前もクリエイターな。俺は何だ、何だ俺は、何だお前は。用があるなら歩いてこいよ。右左右左足動かして歩くようになってんだよ。領収書、うん、なんでこんな立派なんだよ。まあいいや、お前一号自前だからな。当たり前だ。お前この領収書を見、まあいい、何でもいい、トラブルよりいいよ、ね、お前待て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 、阿弥陀も一個舐めろ。300m 走ってくれ。あれグリコか。なんだ俺は、元クリエイターなんだ俺は。今じゃな、太鼓持ちなんだよ。六本木じゃちょっとした顔なんだよ。てんてけてんてけやってよ。いちごじゃしょうがねえんだよ。俺がいちごちゃんになるんだよ、バカ野郎。今日も京都で俺は先生とのお相手だよ。俺は寝ちゃうんだよ。俺はもう探しきゃ探しほど寝ちゃうんだよ俺は。おい新入社員、お前顔がねえぞ。探すな、バカ。何ひょうきんぶってんだお前。たくお前たちみたいな共通意識入れるから、後で社員教育が大変だよ。自分の教育、自分の顔作れ、顔を。お前今日先生のところ連れて行く、一緒に行くとしてよ、お前酒のことどうなんだ。泣き上戸か笑い上戸か、どっちなんだよ。どっちなんだよ。どっちかって言うとじゃないよ、どっちなんだよ。笑い上戸、よし笑ってみろ。今は笑えよ。どんな時でも笑えるようにするんだよ。それがお前の顔なんだよ、お前。おう、お前今日先生のところ行くとしてよ、なんて言うんだよ、お前。申し訳ないこと言いまして。そうだよ、お前申し訳ないこと言ったんだよ。また蒸し返す機会よ、お前。お前酒のことどうなんだ
飲まねえ飲まねえ。てめえ大したもんじゃないか。ああ姉さんに女房のお前ほどほど教育でこういうぬぼーってシャツが生まれんだよ。今日あそこ行くからよ。フラメンコのオーナー飲み屋なんか行きつけらしいんだよ。あそこ行くからよ。あそこで先生のお前冗談で終わってたよお前、お前笑えるか。チェコスロバキアがどうしたユーゴスラビアがどうしたってことで笑えるか。俺は笑えねえんだよ。俺は古い人間だから笑えねえんだよ。フラメンコで言ったお前お前フラメンコ踊れ。そこでいいな飛び入りで踊れ。じゃじゃん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 踊れ。今踊れ踊ってみろよ踊れ。ほらお前茨城はああいうの入れろ。人形かお前は。ほらお前シャイン笑ってやれ。ほらお前の先輩が頑張ったんだよお前なあ。そうやってお前自己開発しなきゃダメだよ。自家発電じゃねえぞ。俺を見下ろして笑うなよ踊れよ。ほらお前が踊ってんだろなあ。お前が踊ってんだろで先生が笑ってんだろでな。先生はな2、3分したら帰ってくると思うんだよ。ところがなお前はな延々20分30分踊ってんだよ。だから俺は先生にささやく。実はな男ねテレフォンショッピング行くことになりましてね。実はやけになるテレフォンショッピングが決まりなんだよ。ただ言ってもしょうがないんだお前なんかが。先生はな下ろすんだよな。先生に負い目を作って素直に降りていただくんだよ。だからよお前がほら負い目を作らせりゃいいんだよお前相手に。お前あいいあの先生言えよ。ほら先生のおかげでテレフォンショッピング行くことになりまして言っていいぞ。真剣に言えよ。そのから真剣に。そしたらな、いいんだお前がな先生のおかげで言った。俺がなお前をよけんなバーンとギャグ何の油つけてんだお前は。なお前はどうでたクビだぞって言うからな。もう何ヘラヘラ笑ってたよ。お前のことだぞ。真剣にやれよ真剣に。目つり上げて先生に攻めてくれ。攻めて目つり上げる。こうつり上げるよ。目ん玉上げんな目ん玉。ちょっと眼鏡外せよほら。かけろかけろかけろ。金眼のやつはもう眼鏡外すとトローンとしやがって。もうそこで言え。先生のおかげでテレフォンショッピングお前真剣な声で言えよ。言ってみろ。ほら言えよ。ほら先生じゃねえだろ先生だろ。といつもこいつもなまりやがって。うちもお前地方局か。ほら東京タワー見えねえか。あいつ三度拝めよ三度。なんだ小林、タコ触れて電話してきた。知らねえよ俺は。今な太鼓持ちのことで頭がいっぱいなんだよ。先生のおかげでテレフォンショッピング行く。まあ先生怒らしい。お前は先生に引っ張ったからでいいんだな。友がバシーンってよ。お前床に倒れてよ。メガネがなんかパーンと飛んでよな。もう痛々しく倒れろ。その後で実はテレフォンショッピング行くことになりまして。人の子だったら少しお嫁になるだろうな。お前なんて言ったんだお前。え、もう来てくださいってもう一回言うか。どういう意味だね。言ってみな。なあ何も怒るようなことじゃねえじゃねえの。まあしょうがねえやな怒っちまったんだから。お構いやろうとか言ってみるか。その可能性があるよ。お構いやろうって目の色変えたらお構いやろうって言ったけどな。腕をさすびだからさすだったばかりだ。財布からよお前こうやって自分の金さ全部投げつける。私はこれしか稼いでないんですよ。大丈夫だよ、あれはもう80万いつも思ってるからよ。ベーンってね。ダメだな、そこまでやって俺が止めなきゃこっちがお嫁になっちゃう。いっそ坊主ぐらいでいいのかな。ちょっとこうやってみろお前。やってみろ。狭いなお前のおでこ。それでちょっとフラメンコ踊るか。これ笑いもんだよ。先生笑わせようか延々よ。で笑った後でよ実はテレフォンショッピング行くことで。笑ったことがお嫁になるだろう。ならないか。ダメか。ダメだそりゃ。お前先生の車に引かれろ。あ先生電電持ってるよ。夜道だお前。一本道だよ。バーン飛び込め。当たり屋だ当たり屋。お前車の中乗んだよ。病院の中運ばれてる最中によ先生実はテレフォンショッピング先生お嫁になるだろ。どっちにしろよ先生のところによ詫び入れに行くからよ正式な形でな。であそこで、あそこ犬いたな犬が。お前犬に噛まれるか。あそこ犬に、お前犬に噛まれろお前。したらお前病院でよ俺言ってよ先生のところに。実はあのとこ犬に噛まれましてね毎日口から泡吹いて止まんないんですよ。実際実践バーカなんかなっちゃってから。そしたらお前の方がお前権利ができるぞお前。訴えてもいいぞ訴えても。どうぞどうぞか。
おい、犬ってどうやって噛むんだ。え、薬、薬じゃダメだよ。餌持ってよ、餌持ってよ。おい、餌持ってよ。家褒めんだよ、芝生褒めてよ。犬褒めんだよ、犬のとこパーって行け。なんで、ポップ、なんとかなんとかなんとかって。いや、餌やってね、犬の口の中手突っ込むよ。犬が逃げても追いかけますよ、お前。頭だけ気をつけろ、お前。な、頭かじられたら命が危ねえからね。な、たくな、まあ、どっち転んでもいいようによ、坊主だけしとけ。な、何やと思われ、頭の痛い話ではあるわな。